佐敷地区の馬天宇滝。琉球王国を建てた昭和氏の祖父鮫川ウフヌシが伊是名島から移り住んだところです。しかし1959年の大雨による地滑りによって埋没してしまい、その後現在の場所に移設されました。馬天宇滝は小高い丘にあり、豊かに生い茂った緑の中に6つの廃所が点在していて、地元の人などが祈りを捧げる姿が見られます。